私が何を手に取ろうとも、意思の尊重、個人の自由、前提の選択枠。あなたが何を手に取ろうとも、意思の尊重、個人の自由、前提の選択枠。だけど、その前に私たちは皆同じ人間であり、変わらない事実や変わらない痛みを持ってる。だから考えるべきなのかもしれない。私もあなたも同じ人間だという当たり前を意識することから、自分らしくいれる選択と尊重と表現を可能にして、私が私らしく、あなたがあなたらしく、同じ人間として生きていきたい。その日も